4年前、名古屋市南区で男性が車にはねられて死亡した事故をめぐって、ひき逃げの疑いで逮捕されたものの、これまで3度にわたって不起訴となったドライバーについて、名古屋地方検察庁は一転してひき逃げの罪で在宅起訴しました。在宅のまま起訴されたのは西部佑被告です。4年前の平成24年7月、名古屋市南区で路上に横たわっていた近くに住む鈴木時夫さんが車にはねられて死亡し、車はそのまま走り去りました。その後ドライバーはひき逃げなどの疑いで警察に逮捕されましたが、名古屋地方検察庁は当時の自動車運転過失致死の罪で起訴する一方、ひき逃げについては人をはねたという認識は証明できないとして起訴しませんでした。このため遺族が検察審査会に申し立てを行い、再捜査が行われましたが、その後も2度にわたって不起訴になりました。ところが名古屋地方検察庁によりますと、最近になって改めて捜査し証拠を検討した結果、ひき逃げについても罪に問えるという判断に至り、今日在宅のまま起訴したということです。在宅起訴について鈴木さんの長男の典仁さんは、昨日検察庁から連絡を受けました。ひき逃げについても処罰を求めてきたこれまでの活動が実を結び、ほっとしていますと話しています。一方、被告の弁護士は、3度も不起訴にした後、特に新たな証拠があるわけでもないのに在宅での起訴に至ったことは不可解で理解できない、裁判では不当な起訴であることや無罪であることを主張したいと話しています。